俺このイベントのためだけにこれ作ってんだからね。すごいよね。遊園地だもん。3日間のためだけにこれ作ってんだよ。やばいっしょね。めっちゃ怖そう。なんか懐かしい、なんか昔豊島園だっけな、なんかこんなのあった気がする。これすげえ好きだったな。やっぱバンジージャンプ取れるだよ。怖っ。これしかも24時間やってるっていうかすごいよね。まあ、あんま人いないけど、ほぼ子供も楽しめるトラックショーなんか日本にないっすよね。いや日本でここまでで大きいのないでしょ多分。デコトラの集まりでもここまで2000台ぐらいいるって言ってたんで。しかもまだ昨日の夜からどんどん順番に来てまだ入りきってない人いるから、これが本当のユーロってやつ。これ一周回るのに多分1時間ぐらいかかる。もっとかかるかな。あるし全部見てらんないぐらいないけど、3日間みんなも朝から飲んで、ところどころ至る所でクラブハウス化してる。Thank you.
Thank you.